どうもアレグリアチャンネルです。どうも。今日は、キーパースクールとストライカースクールの日です。まあ、いつも通り今日神山さん来てもらってるんです。今日はですね、ちょっともう一人元プロ選手でスペシャルゲストストライカーをお呼びしてるんで、ちょ来てもらいましょう。お願いします。どうす。まあ、まあ、お願いします。ちょっと自己紹介してもらってもいいですか。福岡県北九州市出身、山形恭平です。勝則ではありません。分かる人しか分かんない。で、今日ストライカー教室ということで、はいはい、ストライカーにとってこう必要なまで子供たちに何か伝えたいことってありますか。伝えたいこと、まあ、ストライカーっていうのがメインであれば、やっぱり結果を残せる選手、結果を残せるためのプレーができる選手、結果というのはやっぱり得点ということですね。点、日本の、ね、永遠の課題でもあるけど、大事なところでっていう、大事なところでやっぱ欲しい、やっぱチームとして欲しい時に点を取る。5-0 の試合の6点目、7点目じゃなくてってことですよ。いや、まあそれはね、やっぱ 大事だけど、ね、やっぱチームとして絶対に欲しい、ね、点っていうのはやっぱゲームの中であって、やっぱその、ね、点が取れるかどうかっていうのは、はい、まあ、ストライカー、たぶんやっぱこう、じゃああれですね、あのそういう点を今まで俺は取ってきたっていう自負があるってことですね。取ってきた。さすが。なんか覚えてる得点とかあります？そういう大事なとこで取った。いや、そうですね。やっぱり逆転ゴールとか、なんかそういうの結構ケイちゃん取ってるイメージある。あ、本当ですか。まあ、なんか別に派手とかそういうのじゃなくて、これいたのぐらい。まあそこで最後しかも冷静なんですよね。やっぱキーパーとか結構見るタイプだから。今日はその技術を子供たちに伝えてもらうと、最後にですね、神山さん、あのいつも僕お遊びでシュートやってもらってるんですけど、今日恭平さんと僕が対決で、はい、神山さんに何本決めて、しかも今日大人ゴールなんでですね。いや、無理です。今日はちょっと恭平さんとゴールはいいんですけどね、下かないっす。プロ選手期待と僕戦うんで、これは飛べんす。キーパーでちょっと、これは飛べんす。俺条件的にフリーキックとかならいいですか。ちょっと距離、壁も立てます。壁で今日あの秘密兵器を、新しいサッカー道具持ってきてるんで、それも活用させていただいて、子供たちは何に使うのか全く分からなかった、それもちょっと楽しみに見てください。コンクリートだやばいね、うん、じゃあまた対決楽しみにお願いします。お願いします。お願いします。今日団子もあるんで、今日はね最後団子食べます、みんなで。前出ながらそのまま前に、
今日はですね、キーパー神山さん置いて、キッカー山形恭平さん、元プロ2人と勝負したいと思います。で、ちょっと今日ストライカースクール遅れてきた2人、あともう1人いるんで、3人はもう1時間しかないけど行きますって来たんで、ちょっと1本ずつぐらい勝負してみようかな。1本2本今から行きますんで、遅れてきたけ、まあ遅れてでも来たという気持ちを買って今日勝負ちょっとしましょう。もうちょっじゃあちょっと教員さんじゃやりましょうか。先行後攻ちゃんと真剣に、負けたら団子買いましょう。どっちか負けたら団子買いましょう。じゃんけんぽい。はい、そうでしょ。高校でお願いします。3人でやろう。僕はね、やっぱスタンプしてこの3人が決めたのも僕の手に入れてください。じゃあ1本目5本勝負ですね。5本勝負。キーパーゴールで入る気がせん。いや、ユニットのチャンスよ、差がつくってだけで。確かにね、芝だったら絶対入んない。あ、そうです。あ、よし、チャンス。あ、でもこれチャンスかも。体がきせずってより立てより寄り立てあ、蹴りづらくなった。恭平さん蹴りづらい、これ。まあ、もう一歩ずつぐらい切れるから、ちょっと恭平さんじゃやりましょう。続きを。勝負強いからこそ僕高校取ったんです。ラスト